ソイングク&チョンソミン主演、新ドラマ、空から降る一億の星、予告映像を初公開。動画あり、写真イコールテレビ N、空から降る一億の星、初めての予告映像が公開された。9月26日に初放送されるテレビ N 新ドラマ、空から降る一億の星、が23日。知ってるワイフの放送後に予告映像の第1弾を公開し、注目を集めた。赤い花のように燃えている3枚の写真が見る人々の好奇心を刺激する。空から降る一億の星は、怪物と呼ばれる危ない男キムムヨン、ソイングクと彼と同じ傷を持つ女性ユジンガン、チョンソ。そしてムヨンに対抗する彼女の兄ユジングク、パクソンウンに降りかかった衝撃的な運命のミステリー恋愛ドラマだ。2002年にフジテレビで放送された人気を博した同名のドラマを原作とする。予告映像は火災で燃えている3枚の写真から始まる。灰になった写真はタイムスリップのように一点の火花になり、これと同時にソインクク、チョンソミン、パクソンウンの姿が現れる。幸せだった過去の瞬間が盛り込まれた写真に続き、現在を生きている彼らの姿が公開された。特に複雑とした感情が絡んだ3人の眼差しは、彼らに訪れた衝撃的な運命に対する好奇心を高めている。ソイングク、チョンソミン、パクソンウンが空から一億の星が振る舞え、光と暗闇が混在し、た夕暮れの時間で止まっていて好奇心を刺激し、本放送に対する期待感をより高めている。空から降る一億の星は9月26日水曜日の夜9時30分に初放送される予定だ。